今すぐに現金1000万円手に入ったら何に使いますか？めちゃくちゃスペシャルな買いたいですね。1000万を打ち込みますね。もしかしたら目買っちゃうかもしれないですね。ちなみに買うさんだったらどうなんでしょう？これ言っちゃうと、はい、こんばんは。こんばんは。本日二次幕開放宣言チャンネルは、はい、まあもうね完全にわかるんですけどね、はい、ツアーの続きですけど一つの議題をねこの4人で、ね、考察していきたいなと思いまして、はい、ぶち込みたかった企画なんですよ。はい、はい、何も知らない状態です。そう、はい、いきなりぶち込みますんで、はい、いいですか？もう一つのお題です。はい、今、はい、すぐに、はい、現金1000万円、はい、手に入ったら、はい、何に使いますか？なるほど、1000万ね。はい、僕でもちょっとあるかもしれないですね。あ、じゃあお兄さんから。お兄さんから僕やっぱりその、うん、お店作りたいんで、うん、そこ一番有力っすよね、うん、まあ、明確なね、はい、今やりたい目標があるから、ね、うん、正直そのまあ、難しいです。だからそれに関しても、うん、はい、なんかお金あったらじゃあすぐ始めるのかって言ったら別にそういうわけじゃないですか。ね、うん、僕の方の準備が今進行中なので、うん、はい、お金面での以外でのこともあるので、ちょっとこう、うん、ここに使うって言い切りづらいんですけど、はい、そうですね。まずそのお店作りがおそらく有力候補で、うん、もうあとはめちゃくちゃスペシャルなヴィンテージ買いたいですね。おお、ね、なるほどね。はい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 。だからまあ、はい、仕事に使うものと自分の趣味が半々ぐらいかな、はい、そうっすね。あ、それ言うと、あ、ちょっと出てきちゃった、うん、パソコンも欲しいし、はいはい、カメラやってるんで、はい、その機材っすね。はい、カメラ機材でしょ。はい、とりあえず、うん、それ今ベラベラ言ったんですけど、はい、その前にあれですね、ちょっとかっこつけちゃうんですけど、はい、家族に渡したいですね。なるほど。数百万ぐらいは、うんうん、ぐらいですかね。今パパパパってこう出てくるとしたら、こういうのむずいっすね。なんか実は絶対持ってあるんですけどね。そうね。でも急に降って出ると、はい、まあでも2人が答える前にね、はい、答え言っちゃったらあれなんで一旦聞きます。ありがとうございます。ハードル上がってますよ。うん、一旦聞こう。一旦こんなもん先にやったもん勝ちだよ。いやー、そう思って僕もちょっと言い出しましたね。ちょっと固まってないところだったんで。せこいお兄さんですよじゃあ後ろの双子の方に、はい、ハードルをね、うん、お1000万を、はい、安定株に打ち込みますね。あー、そういうタイプね。あ、まるまるっすか。今自分がやろうとしてることが、うん、そんなにそのお金が必要ないというか。なるほど。なので、うん、今やりたいことがないので、まだその時のためにちゃんと運用しておくみたいな。なるほど、イメージです。ほうほう。1000万全額っすか。全額ぶち込んじゃうね。うん、なるほど。全額だったら安定株でも、うん、まあいい感じの。なるほど。いや、なるほど。なので、うん、そういう、なるほど。鳥だよ、鳥。それで言うと、うん、僕3パターン使い方があって。なるほど。うん、YouTube を、うん、僕たちまたやろうとしてて、うん、今お金がないので、はい、お金どう使わずにやるのかっていうところ、あ、皆さん入り口そこだと思うんですけど、うん、多分そこの考え方をひっくり返しますね。うん、1000万もあったら。そうね、うん、めちゃめちゃお金使って、使って伸びなかったらもう諦めるじゃないですか。うん、お金かけてやるっていうのがまず1個。なるほど。でもう1個はもしかしたら僕ちっちゃくても家買っちゃうかもしれないですね。あもしかしたら。あ、なるほどね。もしかしたら物を買い切りで、買い切りで、うん、でもう一個はさっきたくまが言ったように、うん、まあ、僕やったことないですけど、うん、そのお金を増やす方法を考えるかもしれないですね。なるほど。元手を使って、うん、結局株とかそういうものって元手がないからやってないんですよ僕、はいはい、増えるもんも増えないのでお金がなさすぎて。なるほど。お金増やしつつやりたいこともやり、うん、みたいな、うん、バランスよくいけたらが理想ですけど、うん、実際問題結構遊んじゃうかもしれないですね。ああ、なるほど。しかしたら遊び金、ね、使うかもしれないよ、ね、実際1000万には目くらみますね多分。なるほど。目の前に出てきたら。そうかそうか、はい、まあこれ銀行とかね、お金借りるときにこういうこと書かなきゃいけないですよ。お金を借ります、はいはいはい、うん、何に使います、はい、でどう増やします、うん、っていうのを、まあ事業計画書ですね、はい、うん、っていうのを書かなきゃいけない、はい、ですよ、はい、で事業経過書書かなきゃいけないみたいなマインドで
行くと進まないんですよ。だからそういうのなしに1000万入りますよっていうところからポイント振られると割と今の自分の状況、コンディションが分かるっていうので聞いてみました。もう一瞬だけど整理できました。確かにできるでしょ、はい、うん、したらあこれにいくらかかるんだろうなとか、いくらいくらって考えていくと、はい、結構ロジカルに考えられてて、でそれがこの先いくらのお金を生んでくるのかみたいなやつが想像できてくるんですよ、はい、っていうね、お話をしてみました。つまりこの後1000万いただけるってことでよろしいですか。そうね、まあ、ちょっと送っときますね、口座。ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、使い方考えなきゃな、ね、そうそう、しっかりね真剣に考えて、はい、ね、有効にちょっとあの、使わせていただきます、うん、そうですね、はい、はい、っていう回でした、はい、ちょっと新しい動画っすねそうそう、切り口で何が正解とかもないってわけですか。ないない、まあ、全くないよ。独立したい人とか就職したくないっていう人多いじゃないですか、はい、ここまで考えた方がいいよっていう、なんとなくね、そういうチャンネルでもあるんで、はい、きっかけになればな、学びになりましたね、思いました。ちなみに川内さんだったらどうなんでしょう。僕この授業始めるのに最初1000万借りてますから、はい、お、実際に、はい、でそれで今この仕上がりになってますから。なるほど、はい、ちなみに、はい、その上で、はいはい、あれですよ、質問はその上です、はい、1000万円もし手元にあったらどうされるのかっていうのは、この先ですよね、はいはいはい、もうね、これ言っちゃうと今3人いるでしょ、はい、333万ずつ渡します。しゃー、はい、本当ですか。本当に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 1000万だってそん、え、言い直そうかな、俺も今から皆さんに、ね、そうで、で例えば1億持ってたとしたら、はい、10人に1000万ずつ渡すかもしれない。ああ、うん、つまり自分では使わずにということで。そうですね、っていう感じだと思う。それが人脈解放宣言とか僕の生き方じゃないかなと思ってますね、うん、ええ、それ言えるクラスまで行きたいですね。あざす、ね、と言いながらね、あの、うん、住宅ローン返すかなとかね、はい、そういうのもね、そういうのもチャチャチャっとね、はい、10人の枠がね、はい、8人になるかもしれないそうそう、まあこんな感じですよ。なるほど、はい、そう、これね、ちょっと話したいなと思ってて、はい、いやー、ちょっと面白いですね、はい、なんか改まった感じだったんで、本当に1000万もらえるかもって思っちゃってますよね、はい、まあ、僕の運次第ですよあ、そうですね、川内さんもし1000万手に入れたら、ね、はい、300万ずつそうそうもらえるんで、ね、はい、宣言しちゃったから、はいはい、どなた様かお願いします絶対に、絶対にアップロードしますはい、じゃあこんな放送回でした。ありがとうございます。ありがとうございました。